サムギョプサルとは、スライスした豚のバラ肉を焼いて食べる朝鮮の豚バラ焼肉である。サムは、数字の3、ギョプは、そう、サルは、肉を表し、日本で言う三枚肉、すなわちバラ肉を意味する。一般的に、サムギョプサルといえばこの豚の三枚肉の焼肉料理のことを指す。発音は、パッチムとノートカデとなる。 朝鮮の飲食店や家庭における一般的な調理法、食べ方は以下のようなものである。味付けしていない豚の三枚肉を厚めにスライスし、鉄板状で表面がカリッとなる程度に焼く。鉄板は斜めになっていたりジンギスカン鍋のように中央が盛り上がっていたりするが、これは余分な脂身を落とすためである。サムギョプサルのテーブル焼けた肉は岩塩を溶いた。 ごま油につけたり、青唐辛子のスライスやネギの和え物、生もしくは一緒に、鉄板状で焼いた、ニンニク、少量のサムジャンや白飯などと一緒に、サンチュやエゴマの葉などに巻いて食べる。食べるものが自由にアレンジできるようにするため、サムギョプサル一つ頼むと食卓上は調味料や、洋菜類の器が所狭しと並ぶことになる。サムギョプサルに、皮とカルビ肉の二層を加えた。 おギョプサルもある。また、食べる際に、魚の塩辛を使うこともある。豚の三枚肉だけではなく、牛肉のウサムギョプサルもある。それまで、大衆的な焼肉だったサムギョプサルだが、2000年前後から、港南などソウルの人気スポットに登場した、ファッショナブルな店で、ワインに漬け込んだ、ワインサムギョプサルや、各種ハーブを使って、香り付けをした。 ハーブサムギョプサルを提供するようになると新たなイメージで若者を中心に人気を拡大することとなった。ワインサムギョプサルはワイン付けにして竹筒の容器の中で熟成させた豚肉をまずブロック状のまま焼きながら店員が途中でスライスしていく。焼き上がった肉の食べ方も一般的なごま油塩やサンチュサムジャンのほか、ハニーマスタードや バーベキューソースにつけたりきな粉をまぶしたりと、その選択肢を増やしている。店によっては、サラダバーのように調味料や、洋菜類を並べて好きなように取れるコーナーを作った、ところもある。こうした新しいスタイルのサムギョプサルの登場により、スタンダードなサムギョプサルにも、肉塊から焼き始めてスライスしたり、キムチを同時に焼いたりすることが、定番になりつつあるなど、変化が生じている。 外食産業では新規参入した店が差別化のために新しいサムギョプサルを開発することから多様化が進み以下のようなものが登場している。日本で2003年頃から急増した韓国料理店でもサムギョプサルを提供する店は多く、折からの豚肉ブームもあってか、手地が準とともに看板料理に掲げる専門店も登場している。しかし、 客の日本人には発音しにくいためか、三段バラとインパクトのある料理名にしていることもある。ありがとうございます。